日本広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田町は広島県尾道市の町である。かつての広島県と与田郡瀬戸田町。瀬戸田町の目安瀬戸内海に浮かぶ芸与諸島の陸地島の大部分と高根島からなる。陸地島の全域は現在尾道市であるが南東部は旧因島市域であり、東側は現在尾道市の因島になる。北側は三原市の詐欺島。 南から西側にかけて、愛媛県今治市になり、西隣が大見島、南側に岩城島や博多島などが点在する。町の生誕には氷炭島があるが、北側半分が瀬戸田町内にあたる。古くから塩の生産が行われ、現在では柑橘類が名産となっている。地形は、陸地島最高峰の観音山から伸びる、稜線によって南北で分けられ、 北側は比較的緩やかな傾斜で、南側は逆に急傾斜である。高根島の西側にある山。三つの峰がある。山の南西部の形状から地元では、片藤と呼ばれる。滝山とも呼ばれ、山頂より少し下がった場所に、滝山観音を祀る観音堂がある。最下東吉が1912年8月、瀬戸田町における電気事業の許可を受けたものの直後に、 災害電気商会は破綻し、会社設立に至らなかった。因島電気により、伝統が灯るようになったのは1919 19年のことであった。ありがとうございます。